いきなりそういうふり、とりあえず平和記念式典ですね。その後デモですね。で、デモが、野田首相が野田首相、中電の方に来るのかな、はい、でそこを包囲するというデモで、ただいま行っておりますのは、原爆犠牲者の方々に対します献水でございます。 The water offering ritual is now being held at the cemetery to comfort the souls of the atomic bomb victims.
メラ2台車でて、隣に IWJ の人が、あ、赤いシャツです。脱原発、あ、原発反対の。あ、わかった。こんにちは。あ、おはようございます。おはようございます。朝日の方ですか。そうです。僕もあのピカちゃんって、はい、あの大阪の、はい、アフリランポっていう、はい、その女の子からなんか連絡来てたんですけど、はい、また別ルートで行きます。すいません、僕ちょっと今
県議か広島市長、広島市議会議長、遺族代表、子ども代表、被爆者代表、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、外務大臣、Thank you.
で、あの火を火をしちゃったわけで、水道がドキドキして、火があるので、火まで消えたことがあって、そしていっぱいなんです。うちの人とね、山崎さんも Bye.
平和記念式典の黙祷が終わったのでデモの方に来ました。これから中電包囲野田を許すなデモの集会場所がこの原爆ドームの広場のところなんですけど、このように機動隊がすでに配備されています。大統領、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 大統
Thank you.
デモ行進を行っています。デモ行進通過の際は大変交通が混雑しご迷惑をおかけしますが、現場警察官の交通整理に従って事故に遭わないようお進みください。ご協力をお願いします。緑色の屋根の、はい、立派な13階段です。中国電力が本社の本社の野田は今日外国ぐらいです。野田は入ります。野田入ってます。今からデモに出ますけど、電車のガス線がありますから気をつけてくださいね。中国電力の前では信号に乗っている方々もいらっしゃいます。一緒にエールを交換しながら行きましょう。行こう。チェーンで取り囲むということになっています。
左側を走って寄って更新するようお願いします。
言い方あるんだよ。邪魔なんだけど。さっきからちょっとそこおるから邪魔やな思ってます。
信号が赤となりました。前方の信号が赤となりました。しばらくの間お待ちください。現在この通りのデモ隊が横断中です。現在この通りのデモ隊が横断中です。大変交通が混雑しご迷惑をおかけしますが、一般警察官の交通整理に従ってぜひ浜田署をお進みください。ご協力をお願いします。こちらは広島中央警察署の広報班です。前方の信号が青となりました。前方の信号が青となりました。当然の交通整理をお願いします。連合だと。
再稼動許す。
しっかりとして、持っています。必ず福島の子どもたちを、未来の子どもたちの命を守るために皆さん一致団結して再稼働を許さない野田を倒す、この一つに集結してください。よろしくお願いします。イラク反戦というか、そうですね、はい、イラク反戦ももちろんと、あとイラクはアメリカが
がすごいです、ね、で子どもたちが、まあ、大人もですけど、はい、たくさんがんとか、はい、で白血病とかね、それがかかっていますので、あの先天性形成不全の子どもたちがたくさん生まれてますので、だからこんなに広島、長崎、まあ、ぜひ、それで福島、ね、私たち本当に気楽の子どもたちとも連帯してつながる。沖縄もね、かなり打たれてますね、列島が。そうなんですよ、そのだからその前だと思うんですね、91年の前にあそこ演習場にして使ってるし、沖縄自体にもレコーランナーかなり貯蔵されてますよね、何万発ね、まあ、アメリカだけじゃなくてイギリスも、で戦争がもうそれ以降は戦争があるたびに使われてますよね、ロスにあるので、だからもう絶対許せない、本当にそのそれも絶対許せない、素晴らしい、世界中から放射線被害者もなくしていきたいです、はい、そうです、頑張りましょう、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます、今のはセイブザイラクチルドレン広島代表の大江敦子さんのお話を伺いました。ありがとうございました。すいません、一旦中継を中断して、午後正午からの、集会からまた夕方までのデモの中継をしたいと思います。一旦ちょっと昼休みを挟みます。ありがとうございました。